スタートしました。まずは一段の飛び出し。さあスタンド前に出ていく学馬、内から3番タンジェリンムーン、左内1番ブラックワンダー、並んで7番ウェイオブライト、この3頭に迫っていく10番のグランドゴールド、4番手先団4頭となりそうです。前から5頭目、6番セレブレイトガイズ、そのうちは5番のヒルノアントラ、ゴール板前を通過、さらには4番ダンスエスプリ、2馬身離れて8番マイネルジャッカル、11番オメガデラックス、内は2番の名将イナセ、最後方に9番セイウンガレオンです。1コーナーを回っていきます。前は2頭、内わずかに1番ブラックワンダー、ペースを落として先頭体半分リード、2番手は7番ウェイオブライト、第2コーナーのカーブ、3番手は外を通って10番グランドゴールド、2コーナーから向こう上面ほぼ並んでいく3番タンジェリンムーンです。先団4頭、前から5頭目5番ヒルノアントラ、並んでいく6番のセレブレートガイズ。さあ最初の 1000m を迎えますが1分4秒台です。その後ろですが馬群の中にいるのが5番のヒルノアントラ、最内4番ダンスエースプリ、直後には11番のオメガデラックス、固まって800の標識を通過、2馬身離れて9番セイウンガレオンが行って、最後方2番の名将イナセの展開です。3コーナーのカーブに向かっていきます。今度は先頭は7番ウェイオブライトに変わって体半分リード、2番手は8番マイネルジャッカル、3番手手が動いて10番グランドゴールド、今度は2番手に上がっていって4コーナーカーブ、その後ろ6番セレブレイトガイズ、残り 400m、 4コーナーカーブです。前は馬場の真ん中、7番ウェイオブライト先頭で直線に向いています。さあその内側から4頭接近する、6番セレブレイトガイズ、さらには4番ダンスエースプリ、8番マイネルジャッカル、3番タンジェリンムーン、外からは10番グランドゴールド、しかし外の各馬はあまり伸びがないか、先頭は抜けた6番セレブレイトガイズ、2番手7番のウェイオブライト、先頭6番セレブレイトガイズ合流、2着は7番のウェイオブライト、3着わずかに3番タンジェリンムーンが上がったか。